一番最初のところでですね、山本さんも、セミナー DVD 出してらっしゃってというふうに申し上げたんですけど、それこちらの方ですね、システム のセミナーなんですけど、エッジを生かしたシステムトレードセミナーと、まあ、この他にも岩本さん出してらっしゃるんですけども、今ちょっとお話していたようなね、例えば、今度はまあ講師としての岩本さんなんですけど、はいはい、セミナーやる場合にやっぱりどんなところに注意されますか？難しいですねやっぱり何て言うんですかね、私も先ほど申し上げた通り、いろいろな方のセミナーを受けて、でいろいろな勉強させてもらったので、まあ、かっこいい言い方をするとその恩返しじゃないですけれども、うん、話せる部分に関しては皆さんに勉強していただいて、でそこからまた自分の手法を作ってもらえればいいと思ってますんで、うん、だからなんで結局儲かるんだったら何で教えるのって、はいはい、そういう話ってよくあるじゃないですか、はい、ただ先ほど申し上げた通り、やっぱりそれ 100% じゃ絶対ダメだと思うんですよ。だから自分のオリジナルのエッジってここに書いてますけど、やっぱり優位性みたいのを自分で発見していかないと、最終的には。ただ真っ暗闇の中を突き進んでいってもなかなか優位性って見つからないですから、その中でいろいろなヒントを得て、そこから自分の優位性みたいのを探していくっていうのが大切なんじゃないかなと思いますね。だからその言った意味での情報提供じゃないですけれども、今までやってきた部分の恩返しの部分もあってやってるところもありますね。まあ、そういう意味では、はい、エッジを生かしたシステムトレードセミナー、これは、まあ基本的に一番最初に出してくるのは、岩本さんのエッジを生かした、はい、システムトレード、はい、まあ、システムトレードを、そうですね、を題材にしつつ、はい、皆さんにもそれぞれエッジがありますよねという話ですよね。そうですね、はい、なので僕が言ったことにプラスして皆さんの持っているものを合体させれば、うんうん、もしかしたらすごいものができるかもしれないですし、また機能しなくなるかもしれないですし、それは分かんないですけれども、やっぱりオリジナルのルールにしていかないとダメだと思うんですね。ちょっと先ほど山本さんもおっしゃったんですけど、セミナーのね、矛盾の一つは、はい、そんないい話だったら、要するにそんな儲かるんだったら、そんな有効な手法なんだったら、なんで教えてくれるんですかっていうのがあるんですけど、はいはい、結局それっていうのはどういうことなんですかね。これはですね、例えばラリー・ウィリアムズとかリンダ・ラシュキとかですね、はい、著名な向こうのアメリカの投資家でいるじゃないですか、はい、ストイックな人たちですね、はい、セミナーやるわけですよ、はいはい、でそこでなるほどなと思ったのは、結局言っても自分たちのルールを、まあ、今要は教えた通りにやる人なんてほとんどいないって書けばいいわけですよ、できないって言うんですよ、うん、できない、僕もそう思うんですよね、うん、だから言っても結局自分のスタイルに合致してなかったら必ず続けられなくなってしまうんですよね、うん、なので最初に勝ってればまだ話は最初に勝ち続ければまた話は違うのかもしれないですけども、とにかく負けから入ってしまったりすると、その1回でやめちゃったりとか、結局続けられなくなってしまうと思いますから、うんうん、なので結局その質問に答えるとそういうことだと思うんですよね、うん、まあ真似してみろよといやそこまであれじゃないですけど、ね、そういう話ですね。真似してみてよっていうか、要するにそこから何をこう、うん、そうですね、自分のものにしていくかということですね、はいはい、これ岩本さんがやったようなことをやっても、それは岩本さん以上にできる人はあまりいないんだと思うので、自分のエッジを探してきて、そうですね、その中から探せばいい、基本的にセミナーでね、はい、よく話をいらっしゃる方、まあ、はい、すっごく真面目に聞いていらっしゃる方もいるし、うん、ノートたくさん取って、うん、いらっしゃる方もいるし、はい、何かこう求めて、はい、明日すぐオープニングのところで使えるテクニックは何ですかみたいなですね、方もこういらっしゃるように思うんですけれども、うん、なんていうんですかね、必ずしも学校の授業とかではないので、はい、こう真面目にノートを取って、はい、やってらっしゃる方の成績がいいとも思えないんですけれども ね、 それはそうですね、ね、はい、で質問する方の成績がいいとも思えないんですけど、うん、もう質問とかも、うん、自分の存在を示すために質問される方もいらっしゃるし、いらっしゃるんですか答えを求めているのか、単に質問として意見を言おうとしているのか、こう分からない方もいらっしゃるんですけども、皆さんやはりでも何かを求めている、そうでしょう ね、 ね、はい、というのは事実だと思うんですけども、まあ、最終的に勝ちたいというみんな、そうですね、目標は一緒ですからね、うん、ただなんかでもその勝ち方もね、うん、単発的に細かく何回も勝ちたいですとか、中長期的に勝ちたいですとか、はいはい、違ったりとかしますので、うん、本当にこうみんながそれぞれの尺度でそれぞれのものを求めて、まあ、同じセミナーに集まるというふうな状況があるのかと思うんですけど、そういう意味ではやっぱりこうたくさんこう見ないと、たくさん食べないと、うん、ないですね、ね、自分の好みのものが見つかってこないということです、ね、はい、FXなんかもそうだと思いますよ、うん、やっぱり自分に、私もこの中の DVD で
あこの人の考え方は素晴らしいなとか正しいなとか参考になるなとかうんっていうのもありますから当然、うんうん、はい、なのでそういったところから初めの話に戻りますけども取捨選択していただければいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、はい、まああの、まあ、既存の、まあ、オフィスシェルフというか、まあ、既存のその、あの考え方を、まあ、どんどん取捨選択していってなんとなくオリジナルのこう、はい、モザイクを作っていくみたいなところもあるのかもしれないですけど、はい、先ほどご紹介したその、あの岩本さんの、こちらの、システムトレードのセミナービデオなんですけど、あ DVD なんですけど、なんと資料付きと、資料付きですね、これ何ページぐらいですか、50ページぐらいですね、そうですよね、はい、ほとんどこれってすごい時間かかるんですよね、その日セミナーに行った人っていう感じですよね、そうですね、ね、はい、これはやっぱりあの、セミナーを要するになんかあの手元でこうあの資料があるとやっぱりこう、うん、残りますよね、そうですね、これ作るのにですね3ヶ月ぐらいかけますからね、はい、徐々に徐々に、はいはいはい、やっていきますからね、はいはい、もうこれ、案外とね、一回セミナー終わるとこう資料なんか、まあ、捨てちゃったりということはないですけど、うん、こうあんまり見返したりということはないんだと思うんですけども、それはね実はセミナーに行くからであって、はい、こういうふうにあるとこうね比較的例えば ある程度こう自分のものになるまで週1回ですとか、うん、ね、2週間に1回ですとか定期的に同じセミナーをまあ、受講することができる、完全にそのセミナーを自分のものにすることができると、うん、まあ、何回も見れますからね、うん、やはり、うん、そういう意味では岩本さん以上に岩本さんらしいシステムトレーナーが出てくる可能性もあるということですね、やっぱりこういうのをやってるとですね、うん、裏話ですけど、はい、話したくない、これやめようかなってのあるんですよ、書いちゃってからちょっとどうしようかな、やっぱり消しようかなとかっていうのはやっぱりあるんですよね、うん、なのでそういうのを、まあ、質問していただいてもいいと思いますし、うん、自分でその中から見つけていただいてもいいと思いますし、うん、楽しみいろいろあると思いますよ、セミナーの、まあ、実はあれですね、ちょっとミッシングピースがあるかもしれない、ということですよね、まあ、その辺探していけると、うん、まあ、それはセミナーの場合、まあ、実際に山本さんのセミナーに行ったとすれば、うん、まあ、ツッコミでもこう探せるかもしれないし、感じるかもしれないですね、そうですね、はいはい、このなんかこことここのなんか資料の展開のところなんかミッシングピースがあるんじゃないかと、結局そこにいろいろなルールを、まあ、こういった FX のセミナーの DVD もそうですけど、はい、もう繰り返しますけど何か絶対あるはずなんですよね、うん、なのでそのセミナーの1時間なら1時間、2時間なら2時間の間で一つでいいわけですよ、うん、何か自分にやられればそこまでの自分の手法とくっつければいいだけの話なんで、やっぱりいっぱい見た方がいいと思いますね、うん、ね、基本的にはやっぱりこう何ですかね、オーソドックスに考えると、はい、やっぱりセミナーを主催されて、まあ、講師の方ですよね、はそれなりの経験を持ってらして、それなりのトラックレコードを持っている方なので、何か絶対あるんですよ、うん、あるはずですよ ね、はい、でその人が用意してきて、はい、まあ、プレゼンテーションしてくれるわけなんですけど、はい、おそらく講師自身が気がついていない、うん、なんですかね、学ぶべきものはおそらくこういうところにはないかもしれないですね、うん、それはなんかこれを見た人とか、うん、行った人がこう感じるものであるとか、うん、いうことはあるかもしれないですね、うん、ちょっと宗教的な話になってきましたけど、うん、あとはあれですね、講師の側からもう少し言うと、うん、結構こういったところで新しい手法なんかを紹介したりするときに改めて気づくところって結構あるんですよね、はいはい、自分でああこういうものがあるんだ、やりながらですね、はいはい、だから講師の側も結構役に立つ、こういうことやらせていただくと役に立つかなと思います、うん、はい、まあ、こういう機会のあるたびに、まあ、講師は一つ自分の考えをこうまとめながら、こう足跡を残していくような感じの話になるんだと思うんですけどね、うん、当然その、システム関係は、岩本さんだけではなくて、岩本さんにもいくつかちょっと、システム系 の、 DVD ちょっと見ていただいたんですけども、はい、こちらはやはりちょっと何ですかね、指数系ですとか、はい、株価指数系ですとか、ね、そのようなところが多いですね。はいはい、